ふわふわ気分、あゆみです。で今回で、料理してみたその下に入れます。で、まあ、今回の料理なんですけども、今回は普通に、まあ、みんな大好きな唐揚げを作ろうかなと思っています。はい、じゃあそれでは作ってみます。小型カメラと同期させます。3、2、1、小型カメラと同期させました。まあ、いつものようにこっち側に、ね、出すような感じ で、まあ、一応、まあ、今回、まあ、買ってきたのは鶏肉ですね。しかもこれ半額ですね。昨日買ったんですよ。半額で冷凍しといて、鶏をちょっとやっていきます。ボール、まあ、ボールじゃなくても、まあ、あのビニ袋、まあ、こういう、まあまあ、ジップロックでもいいんですけど、ビニール袋でやってもいいですね。まあ、ちょっと今回見栄えをちょっと重視したいんで、ボールで一応、まあ、一応混ぜるようにね、こういうの、前回っていうか、かなり前ですけど、鍋ちょっと下に入れますわ。ちょっと出てこない。鍋やった時に、ホルモン鍋か、ホルモン鍋やった時に、これ使ったんですけど、これ混ぜる時にこう手が汚れないんで、かなりねいいかなと思うんですね。で一応今解凍させました。それで、まあ、一応まあ用意するものなんですけど、一応まあ小麦粉と、まああと片栗粉と、まああとはまあ油とかね、あと酒ね、であと醤油で、まあ一応まあこういうタイプじゃなくてもいいんですけど、あとまあニンニクと、生姜で、本当は切っておろすのがいいって書いてあったんだけど、まあちょっとまあや、まあね、こういうのあるんで、こういうの使います。水をちょっと入れます。ちょっとね、塩ですね。まあちょっと塩を入れます。塩、まあ、適当、醤油、日本酒、はい、これも適当、このまま飲んだね、はい、であと、生ニンニク適当、で次、生姜だね、生姜適当、はい、でこれ混ぜます。できるだけこれちょっと混ぜてつけておきます。油ね、油を入れておきます。はい、小麦粉ですね。まあちょっと、ね、賞味期限がね、まあ見えやね、まあいいや。片栗粉ね、入れます。片栗粉、賞味期限がやべえからね、入れてちょっと、はい、あとはね、このキッチンペーパーを使います。
まずね、あのこっちのね、まあ、こっちじゃなくて、小麦粉からね、こう混ぜていきます。ちょっと、まあ、まあ、かなりね、混ざった方がいいのかなって。よくね、揉みましょう。次に、小麦粉をこう混ぜます。よく混ぜます。と思うんでね、これも投入しちゃいます。いただきます。ちょっとまあ時間かかると思うんで、雑談コーナーです。えっとね、あの一応今ね、5月のね16日の土曜日だねのお昼ですね。で一応なんかね、あの緊急事態宣言はまあ34件は解除されたって、34件だったかな、34で、まあ、まあ一応主要都市の県はまだ解除になってなくて、まあうちはあの埼玉県なんで、まあまだ解除になってません。でまあ一応緊急事態宣言が解除されたら、まあ、うちもまたまあ中動画ばっかり出てもね、まあ、見てる方もね、多分あんま面白くないかなって気がするんですけどね。やっぱ圧倒的にね、外動画の方がね、面白いっていうかね、視聴、まあ、視聴回数もね、視聴時間もいいからね、またあの ロケをね、やろうかなと思ってます。ちょっと危ないから、こうやってさ、でね、あの、まあまあ、当然なんだけど、揚げ物やるときはマジで注意ね。マジ本当にこれ、超危険物なんで、その辺ちゃんと意識してやってくださいね、揚げ物は。まあ唐揚げの話なんだけど、ある程度揚がってきたら一回出すんですよ。まあ知ってると思うけど、二度揚げってやつですね。二度揚げをねやります。あ、まあ揚がってるね。で一応一回これね、あの油切る方向なんだけど、まあこれ料亭の技なんですけど、こうやるじゃないですか。ここをね、少しね、つけるんですよ。こうやこうるんじゃなくて、ここね、ちょっとつけると、あの先端をね、そうすると、油が、まあ、切れるらしいですね。で、あと、レモンだね。レモンをね、安いよーって、あのそういうねチャンネルあるんですよ。これなんかね、あれ料理ごっこするね人がいるんですよ。あの富山県の YouTuber さんで、すごいね、しかも年がね自分とねかなり近いんですよ。1個ぐらい差がなくて、別に安いよーって言ってね、あのねごっこ遊びをするっていう、もう何言ってくれるか分かんないもういいや。で終わったんで、これね最後固めるってやつ、これを入れます。あれですね、ここで捨てなきゃダメよこうやってやんないとマジ怒られるんでね。水道に流すとね、マジやばいんで、そういうことすると。はい、ということで完成しました。完成しました。まあかなりね、よくできたんじゃないかなと思ってます。でね、ちょっと失態がね、メモリーカードの容量がね、いっぱいになっちゃったんだよね。だから、多分ね、もしかしたら最後まで取れてないかもしれないね。まあいいや。で、まあ味の方は、あの、下の方に5段階評価で入れます。多分 5近くいくよ、これ。4.9、もしくは5ぐらいいくかもかな。ということで、よかったら、
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それとコメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それじゃあ。